I see who that is. Is that a star? Okay, I was gonna say, I know they didn't fucking. So 1, 2, 3, 4. So. I just wanna beat this shit. I just wanna beat this shit. こちらマリーダ・クルス、マスターの指示により協力する。マスター？え、俺が団長のこと？それ付きのバランシエル隊キャプテン、スベロア・ジンネマン隊員。もしかしてトリントン基地で味方をしてくれたっていう高中貨物船の？ともかく合流だ。電磁波の影響でレーダーが効いていない。気をつけろ。敵はギャラルホルン、キターンズに地球連合軍、3つの歴史が混在している。ハリーダ中尉さん、シャトリアへ。こちらニュエルアーバマからの投炎です。敵の包囲網を突破する。援護を頼む。了解です。ハーメス、この人の立場は？クローニングにより生まれた強化人。また女性の強化人？しかもクローン？モビルスーツに乗って戦場にいれば、それはパイロットという戦闘単位だ。私が何者でもな。彼女はバナージ君と戦場で分かり合って味方になってくれた人。バナージはここにいるのか？いえ、でもあなたをここから連れ出して彼に会わせます。分かった。そうなればいいが。周囲の敵は殲滅。データにない機体、モビルスーツなのか？4つ目の歴史、デスアーミーだ。未来世紀か。身の時が4年。マリーダ中尉さんとブレイク現象は関係ないのかな？そうね、ガンダムファイターでも乗ってるモビルスーツがガンダムなわけでもないし。ガンダム展開。そこだ。さすがだね。ごっそり終わらせる。そこ遅い。オールレンジ攻撃。落ちろ。そう、デスアーミーたちは全部片付いたかな？おそらくな。だがレーダーが効かんのでは。敵の存在は感じ取れない。マリーダ中尉の感覚を信じましょう。小隊長、先を急いで。私はこうしてここにおる。何をしてるのか。え、どうしてここにおるの？マスター・ガンダム、東方先生。マスター、マスターだと。東方部会マスターアジアとは
のことよ。ギャラルホルンは何が何でもここで結果団を潰すつもりね。こんなとこで諦めるな。望みを持ち続ければチャンスは必ず来る。マリーダ中尉さんとガンダムの組み立てが今回のブレイク現象の中心なのかも。実はガンダムファイターとかじゃないでしょうね。ガンダムのパイロットだったのは確かだ。死に損ない目、私が引導を渡してくれる。多少は傭兵の心得があると言える。この展開は静止通りだ。だが三日月オーガスがいない今戦況が違う。グシオンはもう身動きが取れないんだよ。胸、己死に損ない、この意欲苦じゃんの。私はこんなところで意欲クジャンキ撃破。やったわ、やったよ、アキヒロ君。いい土産話ができた。そう、デスアーミー、未来世紀からのブレイクは東方先生とのつながりだったんだ。くそ、こんな時に。マスター、もしあなたは。やはりこのミッションに現れた東方腐敗は。ロンタオ島でギリギリの。デスアーミー、まだまだ来るよ。相手が協力関係にあった東方腐敗でもお構いなしか。デビルガンダムめ、えい、この体さえまともなら何の苦労もなかったもの。ヒロ君だけ周囲のデスアーミー全滅。これ以上は体が持たんな。マスター、お体に気をつけて。そして感謝します。この借りはいつか返そう。師匠、ブレイクアウト。アキヒロ君は。ユノ姉さん、ブレイク修正さえできればイオク様との決着も彼自身がつけられる。レーダー機能の一部が回復した。ブレイク反応がある地点にマーカーを出したぞ。小隊長、マリーダ中尉と目的地。ごめんね、アキヒロ。さすがだね。こんなことやるわけだ。ガナガナ、場所はこの辺りのはずだよ。なんだ、何かがいる。そこ、そこ、ガクバガクバ、いけ。なんだと、展開。いけ、すごい。いけ、展開。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガン。この黒いユニコーンは。ダンシーノル、リリーションさん。本当にマリーダ中尉がこのブレイク現象の中心だったのね。あいつみたいな子供がニュータイプだとおだてられて、事態を引っかき回して許せないんだよ。あの子がバナージが見ているもの、受け入れることはできない。ニュータイプ、ラプラスの箱の呪いを具現する人の亜種。誰かが人柱になって沈めなきゃな。宇宙世紀100年にわたる呪い、ラプラスの箱。呪いを残したマーセナス家、呪いを隠してきたビスト家、それぞれ次ぐ俺とあいつが消えれば100年越しの因縁も消滅。あいつがニュータイプなんてものが生まれてこなければ。箱の中に、バンシー、もうやめろ。言うことを聞け。強烈な否定の意志、ガンダムに埋め込まれたシステムの本能か。ラプラスシステムのこと。ルナ、お前は俺を一人にしないでって言ったのに。聞こえているはずだ、姫様の声。
バナージを助けてくれと。幻だこんなの。最後ついて周りを見渡せばいい。世界は広い。こんなにたくさんの人が響き合っている。待って、マリーだ。自分の可能性を信じて、なすべきと感じたことに力を尽くせ。姫様、マリーダ・クルス、ここまでです。俺は何を。ワンシーノルンに続いてクシャトリアもブレイクアウト。マリーダ中尉、あまりにも見事だった。言葉が見つからん。秋広君も大丈夫よね。うん、全て正しく決着がつくよ。東方先生とドモン君のガンダムファイトも、イオクさんと秋広君も、リディ少尉さんとマリーダ中尉さんの戦いもね。これが信念の強さ。兵器ダインスレイブ、衛星軌道上から地表をえぐるほどの威力。あんなの鉄火弾に勝ち目なんてないじゃない。勝つことが目的じゃないんだよ、イノ姉さん。基地の団員たちを脱出させることが最重要。今回助かったマスターアジア、マリーダ・クルスのおかげ。本当にね。でも秋広君の安否は心配だわ。トゥルーミッションでは絶対に助けないと。ともかく三日月オーガスが戻らなければミッションは成立しない。あとはオルガ団長とも連絡がつかなかった。やっぱり鉄火団のキーマンはこの二人、なんとしても見つけないと。オルガ団長さん、うん、そうだね。いずれわかることだ。今回は獅子の帰還を果たせただけでも大きな収穫だったと思うべきだろう。鉄火団の皆、一人でも多く助けたい。団長と協力して活路を見出さなきゃ。